よいしょオフよいしょあよいしょ,よいしょこんばんは「かじしマジックで」で投稿80回連続不採用だったので「六くまるライブ」で採用されたりするってえっろくまライブ 臭いよえかなぴーね60ドライブ私も出そうかなやいじゃー <laughs> あどういうことだろう60ドライブで八十回投稿したのカジシマジックかなぴー 発祥も出そうかな。めっちゃ、めっちゃラジオにハガキを出す配信みたいな。<laughs> よいしょよいしょよいしょねえ、うちさ、桁間違えてない掲示。ねえ、間違えてないねえ、ちょっと今見たんだけど、ちょっと間違えちゃった気がする。ねえ、間違えたよね。ちょっと待って。 3みんながこうやって星とかさこうわざわざこう集めてくださって私のねルームにこう投げてくださるからなんかそれでなんかうん1個なんか恩返しみたいなできればいいなと思ってさっつけようとこれからつけようと思ったの。ねこれは無理だよ間違えちゃったんだけどなんかゲートくない <laughs> 1, 進個6個もあるつらい間違えたじゃあこれケージ気にしないでください私がポイントを見れれば OK なんですいません間違えたなんかなんかなかかすごいなんかおかしいなって思ったんだよ泣いたよごめんな 今日業務スーパー行ったドロミチャッピーがかかっていました家事にもチャリンチャリンするよってえすごくないえかかってたのやばいねやばいね嬉しい今日あ危ない危ない今日ねとあるか、ね、ご飯を食べていたんですけどあの方からも言われて家事のドロミチャッピーがかかってたっていう話を聞いてそうそうそう ありがとうありがとうテンション上がって買いすぎたらなんかちゃうちのせいみたいに言うじゃん <laughs> うちのせいみたいに言うじゃんなんでよなんでよなんか私眉毛おかしくないここ足りなくないそう言われるともうい回あの方まあいずれお話ししますねキャンプセームセンターにファンがい,い すごいな嬉しい、ね、言うせん優先かなうれっちうれっちあほごめんね刑事だよね間違えちゃったのごめんなさいそう刑事3万ポイントにしようと思ってたのそう <laughs> なのにさごめん間違えちゃったからじゃじゃあ間違えちゃったから今日は1万ポイントにしよう 好きな曲流れると購買意欲高まるのかなっていやでも私結構あるかもしれないわってなるわ <laughs> ってなります結構でもママとスーパーに行った時いつもパプリカばっかり流れてて私が毎回横で歌ってあげてたよあ邪魔すんで邪魔すんで邪魔すんなら帰ってあいよ食べるよ帰っちゃう食べるよ帰っちゃう すごいこの時間でも見てくださる方いる嬉しいこれありがたいねツイートしちゃったありがとう今日10時からニーナとの,あのコラボ配信もあるから見てね回るつねるう帰っちゃダメだよダメだよ帰っちゃううだうだ道 何かが呼んでる夏が来る何だえ告知されたんで仕事巻いてきたってマジで家事のためにありがとう <laughs> そんなそんな今日電波大丈夫家事電波大丈夫よ全然大丈夫よコラボ楽しいだって嬉しいありがとうコラボブームやっいやニーナが、ね、私はコラボずっといろんな人としたいんで そそうそう,そう、に何え、気のちなすとクラブやったんだっていう話をちょっとしたら今日やってくれるっていうから嬉しいと思って <laughs> そうそうそう2回配信してくるなんてありがたいあちょっとね配信今日明日頑張ろうと思ってるでき,ってできれば今日今日ってかできれば今日明日どっちかでかじらじもやりたいので「ハッシュタグかじらじお便り」でまた募集しようなんて思ってましたねね 2年目されフリートークってああ特典もあったら面白かったどうなんだろうちょっとあとでまた募集するかもしれないですよろしくねこっちはぶさんこんばんはこんばんは隠し待ってますありがとうカジーはじゃあカジーの質問は今受け付けるよカジーに質問あるないかカジーに質問ってあみだとのコラボないんだろうなって え、アミちゃん寄ってくれるかなちょっと明し聞いてみるか <laughs> めっちゃやろうとするじゃん私 <laughs> ひっくり返せくだるかのコラボするそのメンバーに今、まあ、今日ニーナと会った,会ったんですけどあのメンバーに会,う会わない日っていうのが結構あってそういう時私結構うーん「ハビティって感じになっちゃうんですよそうそう昨日も一人だったので仕事で今日はニーナだけで。 ジムだったんで,で明日はな、ね、会わないんで誰にもメンバーにそう明日朝7時から配信やろうと思ってるんでみんな見てねモーニングッドモーニングカジーグッドモーニング朝カジーですよ明日明日の朝7時から朝カジやろうと思ってます久しぶりに朝のカジシマ見たくないっていう見たいよねみんなね見たいってことにしよう 朝火事です火事も持ってちゃらないのって持ってないのよいしょよいしょー伊達伊達伊達飯かな伊達くんやいしょ <laughs> ありがとう好きな食べ物は何ですかってまあカレーアイスはまあ電動入りラーメンも電動入りなんだけど最近好きなのは菜の花いやこないで久しぶりに菜の花食べたんですよ いやめちゃめちゃ美味しくて、ちょっとまた食べたいなって思ってる好きな食べ物。あとね、鍋。鍋大好きだよ誰か鍋連れてってくれよ私のことよ <laughs> モンハン買わないんですかってモンハンはね、今のとこ買う手はないな。ねえ、面白いだろうけど、ちょっとね、今スプゥッンやってるからなーって。 亜美ちゃんとコラボちょっと今日連絡取ってみようかな行ってくれるかな家事と桃鉄やってキングポンビーって擦りつけたいってど,どういうこと <laughs> 待って分かんないんだ桃鉄分かんないんだ早めに出社しなきゃってあー家事のためにありがとう朝7時からショールームやろうと思ってまーすカレーアイスって違うわいカレーとアイス <laughs> パックリ別々そういうこと 明日誕生日は嬉しいやっておおすごいおめでとうございますお塩、明日。ね。渋いな、って。菜の花食べれるのって。菜の花はね、千葉の名物なんですよ。菜の花、すごい美味しいんですよね。そうそう。給食でめちゃめちゃ出てて、給食でもすごい美味しくて、パクパク食べてたんですよ。<laughs> ふうふう。菜の花の、菜の花はまだ季節的に早くないだって。あ、そっか。でも食べたよ、この間。めっちゃ美味しかった。分 <laughs> かったよて、て 食べてみてみんなも千葉に来たら食べれるんじゃない千葉じゃなくても食べれるんじゃないのあ千葉じゃないて食べれないのこれってどうなんだろうだって人道好きじゃんえよく知ってるうなんか誰かめっちゃめっちゃめっちゃなんか見てる「60トライブ」のテーマに合わせて梶さん告白したいものってえっ、ー、告白したいものえいっぱいあるんだけど <laughs> ジ井が克服したいものはあちょっと待ってギター弾いてたからちょっとこれ梶井が克服したいものはうんとねいやまずはあ生クリームいや私本当はなんかすごいカフェとかをおい <laughs> しそういただきます うーん美味しんとかやりたいんですよ本当は本当はねでもやっぱり見てもあんまりうーん生クリームだっていう認識がパッてきちゃうから食べれないんですよなんかそれが本当に辛いんですよねだから、まあ、生クリームってでも牛乳かな克服したいのは牛乳克服したいです、うん、だからミルクアイスとかも食べれないし こう牛乳感の強い食べ物だったりとかミルクパンも食べれないしなんかこうちょっとふわっとあの香りがすごい苦手なんですよだからそれも多分生クリームも多分白いっていうのもあるしなんかそういうのがあるんだろうなって思うからうんそうそう生クリーム食べれたらなんかこう罰ゲームとかあった時に。 逆にご褒美ってあるじゃないですかそれを素直に喜べないのがつらいヨーグルトクリームあやだクリームっていうだけの食べなのクリームはねカスタードクリーム以外食べれないクリームシチューも食べれないしクラムチャウダーも食べれないしクリームパンはねカスタードクリームで食べるんだけどクリームとかチョコクリームもダメ一クリームもダメだしなってこっちゃ1万ポイントいったってマジで じゃあ1万ポイントいったということで一曲梶井が披露したいと思います何がいい何がいいちょっとせっかくいや皆さん本当にありがとうございますよいしょ1万ポイントずつにしよう今日私が間違えちゃったからねそうそうそう クリームにちなんでドナドナだってドナ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 ってあれでしょあのトラックね今練習してるのは猫猫めっちゃ練習してるなんか流行ってるから <laughs> それだけ書いて。<laughs> いやー練習してるよでもなんか曲っていうよりも今結構ねあれなんですよなんだろう新しいこう、おしゃれなコードだったりとかカッティングのこう何あれとかをねよくねやってます練習してるので曲ってものはあんまり最近弾いていなかったんですがちょっと久しぶりに弾いていこう。 ありがとうみんなじゃあお礼に1曲あっピック割れてるこれあピック割れちゃってるじゃん泣いた私の好きなピックが割れているじゃあちょっと今日違くてねこう<ー>じゃあ弾いていこうかなあお布団見えちゃう2個バオバオイェイじゃあ行ってみよう すごい深布団てて恥ずかしいんだけどいきますいけるかなあえー、皆さん本当にあの応援のほどいつもは3万ポイントいったらあのやろうかなって思ってたんですけど今日間違えちゃったから1万ポイントいったので聞かせていただきたいと思いますそれではまたのちょうどやってありがとうまた来てね ピックくりの色すごいってなってくる。カビゴンなの。カビゴン見える。カビゴンなんだ。カビゴンの入れ物。これドンキで買いました。行くぜ。ゆうや。 ちょっと違っちゃった緊張しやな。<music> ありがとうございました。こんな感じで聞いていこうかな。イ <laughs> エーイ。<laughs> ありがとう。いや皆さんに感謝の気持ちを込めて。<laughs> これ,でこれでお返しできたかちょっとわかんないんですけどありがとうございました流行ってるというかまあなんというか <laughs> みんな歌ってるよねっていうな曲だよねでもねなんか気持ちを猫で表すのってすごいよなっていうやっぱこうあいみょんさんが作った曲ってやっぱすごいなって思います「千夏のストーリー見たよ見たよもう見た見た千夏のストーリー見たよ インスタグラムのストーリー久しぶりにやってみましたはいそうねお腹すいたさあそれでは質問コーナー引き続きいってみましょういや本当にありがとうございます写真とサインワイドチ地っ届きましたってあああにがちゃんえう、ー、しいカジーのカジーの喜んでくれてたら嬉しいな すごい思うなカスタードクリームミルクじゃないまあ確かに牛だしに牛乳コク,コクあーしたいでも飲みたくはない飲みたくはないんだけどねそうねよいしょよいしょありがとうおじさん知らなかったってあいい曲だよ「THEFIRSTTAKE」ファーストテイクとか見,た見てみたらいいかもすごいいい曲だよ おすすめでも <laughs> ザ・ファーストタイティクあれが好きダーディーダーディドゥ走りなさいあなたのすべてが愛に出かれギラギラ燃えてしまいたいパッパラパッパラでもやっぱり最高だよねっていうめっちゃ見てるいやなんかもともとアニメ見てたんであの曲が大好きだったんですけどそう 来年のカレンダー水着やると言われたら何月がいいですか <laughs> ってっていや私なんかすごいやったみたいになってるけどまだ一回も撮ったことないわなオファーも来たことないけどグラビアですねえっ、ー、7月あでも7月4月も7月だからなじゃあそれに変わなると10月かな10月うん10月にやりたいなって思います やるならね、なんかこうまあカレンダー見ずかどうか分かんないけどもしカレンダーやるとしたら10月がいいいなって思いますあのー、私にカレンダー、えっと、ずっと飾ってるカレンダーがあってこうケイッチが写ってるんですけどケイッチが10月だったんですよだからその10月のたれに自分の10月の,あのカレンダーも飾りたいなって思います。 ーソテイク岡崎体育さんで終わりにしたいって。うわ見てないちょっと見ようかな。見ようかな。よう。よしくん今日も。あ<ー>ありがとう。くせそんな。そんなありがとう。パシさんがスタイルの良さを押していってくれるみたいですって。えそんなありがとうございますえ、大丈夫かななんか、勝ちしま ね、みんんんななどううってるんだろう分かんない <laughs> スタイルいいねってこう言われることがファンの方とかたまーに言ってもらえるけど普通に過ごしててないから、うんうん、えー どうなんだろう。なんか自信はないです。<laughs> ごめんなさい。ごめんなさい。わーやったーって言いたいところなんですけど、みんないや自信はないです。ごめんなさい。ないないない。なんかみんながこうわーってなるようなものは持ってないかも。<laughs> って思いますけどね。恥ずかしいな。このお話。そうそう,そう続いていきましょう。 ギターめっちゃうまいありがとう、えー、嬉しいありがとうねターボハートめっちゃくれてるありがとうギョです <laughs> ありがとうありがとうありがとうねみんなねえーどうしようドクトリップカジはパンケーキとか食べないのってきてるんだけどおー 食べたいよパンケーキ大好きだもんなんかでも生クリームはちょっといらないの <laughs> ジャムとかが好きですジャムでも一番好きなのはハチミツですね飲みたいもんハチミツまあやりたくなったらいいんじゃないいややりたいやりたくないじゃ、ね、オファー来ないのよ <laughs> なんかちょっと <laughs> そこまでいかないんですよねそうですね,ねあまあねあめまーちゃんとあみちゃん以外はやってないんですよそうそうそう おなんか綺麗になりましたって言葉に1グラムも重みのないパンダさんからちっこれ大丈夫 <laughs> なっていますなったらもう私は嬉しいですただもうちょっと頑張らないと私のグループにいられないんじゃないですか今日の今日はメイクでほっぺがピンクえよく分かったね今日ピンクなんですよピンクっていうかまあちょっと紫ピン青みピンクってやつ今日いつもとチーク違うんです 今,日今手元にチークがなくてあのたまーに使うねこのピンクのチークちゃんをあのアルバイト時代の先輩がくれたんですよそれ大切に使ってるんだけどこれはねなかなかない色味でしょ青みピンクパンジーポップかわいいでしょこれさなくなっちゃったや嫌だから超大切に使ったんだけど久しぶりに今チークが手元になかったからおピンクにつけたの紫っぽいピンク そう,そうなんです分かってそこででククララフファァンですねていや絶対私がンしてもらあらくないちょっと大丈夫見たい人いいい人るのかなっ思って不安ですいい色だってわありがとう嬉しいこのチークかわいいでしょ。 ジャムスンでジャムスンなら帰ってああいう食べからないでパンパン <laughs> ありがとうございます青緑ピンク青緑じゃない青み青みピンクっていうのかな決して内出血では違うんですよ私内出血だったらもっとすごいことになりますからいやー本当にえー、ピンクいいねってあそうなんだジャムピンク使わないリップもピンク使わないし ほっぺもピンク使わないですいや本当に使わないですねはいだから久しぶりに使ってよかったありがとうなんか今日容姿を褒められるんだけどどうしてだろうどうしたのみんなあれ言ってんのよいやーまあまあまあ今日は火曜日ですから関係ないか火曜日のドラマの音オを。 楽しみ。ワルドリストだからいけそう。やだちょっと待って困った売ったら全然売れないやつじゃんそれちょっとダメだありがとうございますありがとうございますちょっと恥ずかしいですね。ちょっと久しぶりにこの時間にやってるんですけど。はい。じゃあ次の質問いきたいと思います。皆さん、カモ <Come on. S 2> ありますか家事に質問はあ、特にないかな。 じゃあみんなに質問しよっか。えー、っと。うわ、どれにしよっかな。えー、な迷っちゃう、迷っちゃうって、迷っちゃう。よいしょよいしょありがとうバイエルンくん、ありがとう。とう <laughs> この春はどんなコーディス予定ってのが来たえっとね。 この春はえっとあんまりかわいいの着ないかもしれないいやわかんないけどなんとなくですかっこいい系を着たいなって思ってるもっと髪の毛切りたいんだよねこういうこと言ってさ 5日後ぐらいにさめっちゃフリフリの来てるかもね <laughs> ありえる <laughs> はいライブ中の家事のどこを見たら酔うのでしょうか酔っ払ってこと頭かな激しいからね <laughs> <laughs> かっこいいいもろいろあるけどってうんなんだろう防衛士のものを着るっていうよりかはなんだろうパーカーとかカジュアル系のものを着てちょっと今どき感を出したい <laughs> 私あんま着ないんですよ実はもう私同じのしか着,かな,い着ないんであんまりそうなんかあるよって時しかあおしゃれしようって思わないね。そうねあおおな鳴ってる <laughs> 超応おな鳴ったんだけど ゴスロリ似合うかなラロムに乗りたい <laughs> 絶対乗れないじゃん頑張ろうポイントはためる派ですかえめっちゃためますなんか全てのポイントは貯めたいと思ってますでも一番好きなのは楽天ポイントです、ね、<laughs> あ楽天ポイント大好きなんかどこたれってすごい思う 1,000円ぐらいまで貯めて使うタイプですね作曲第2弾はありますかってうん苦しい質問だなあると信じていていただきたいうんカジーはうんみんなが喜んでくれることはやっぱしたいしカジーのためにも頑張りたいなって思うあとは 二期の魅力だったりをなんか新たなものを出せるくらいの努力二期に貢献できることはしたいなって思うから待っててくれる方がいるのであれば作りたいなって思います <laughs>、えっと楽天ポイントはおうち地域会でもたまるってえー、そっか楽天だもんね確かに食べてねみんな 俺が好きなのはティーポイントだってあー分かる私 T ポイントマリオなんですよ <laughs> マリオなんですよってか私 USJ 行きたすぎて昨日もうもうおおってずっとママに言ってましたはいですねずっと言ってましたよ節約かあ節約かっていうかケチなんですよねめっちゃパーカーといえばあみだとふなか設定に影響しませんかって設定 いいや、なじゃないんですよ。みんなが言うだけですからね。そうですよ髪を染めるなら何色にしますかえっとね緑にしたい緑っていうかアッシュアッシュってやつだアッシュってやつ。アッシュグレーがいいと思うってすごい言われるので染めるならアッシュグレーにしたいと思います。ただ 冷めることはもしかしたらしばらくないかもしれません。<laughs> なんでかというと、タイミングを逃したんだけどね、ロールです。ちょるる、ありがとうございます。ここめっちゃかゆい。えー、プチニッキファーストシングルよろしくお願いします。え、私が作るの大丈夫かなうわ難しいんじゃないいけるかななんか責任があるな。 メンバーにもプチニキっていうのはあのメンバーの佐々木朗希、新倉亜美、島崎ゆりやの3人が、えっと、ユニットを組んで今いろいろやってるみたいなのでシングルねもしだ、ね、よもしハセユニットとして出れるのであればねむっちゃ応援したいしもう家事も言った「もうラバンるライブやるんだったらんだね」って言ってはります。<laughs> どうかなー ふなかちゃんユニットの可能性やりたいよねでもねでもどういうどういう歌を歌えばいいんだろう <laughs> 失恋の歌とか歌えばいいのかな2人でありあみちゃんあみちゃんに今日聞いてみよう明日忙しいかなどうかなおうちからでためたポイントは結構結局おうちチェキ会に消えるああそうかそうだよねそうだよな ごめんやして、遅れやして、ごめんやしゃピアスね今右痛いんだけどどうしよう痛い感じに質問カモンヌーカモンヌぬぬぬンヌーニャーニ開始はあやさん、こんばんはってまずご答えください、あやです <laughs> あやですあやちゃんは、カリです <laughs>

名前呼んでも知らんぷりするのハートのダーツ外したみたいね子供扱いしないでほしい私これでもレディー・インの・ド・ノーはいはい本気なのにあなたが知りたい お経を気にすぎるわ、ひつちもま、あ、うちだ。あのおかみさんはなぜか、おくぴょんぼで、あなたが散れたい。お経を気にすぎるわ、ひつちもにしても、そわない。 キスくらいしてくれなきゃ私にだってブライドがあるわはいこれは神ですよね大好きですよこの曲「梶島きっかけの復活」状況が落ち着いたらやりたい ジシ島,島, <laughs> 島きっかけのやりたいですいやもう確かに状況落ち着いたらもう即やりたいですねちょっとモナ・レコードさんにテレフォンしないと歌うまくなったなってありがとうございますいやー嬉しい歌えなかったね昔ほんと歌ひどかったから <laughs> ありがとうございますありがとう いやーありがとねみんな今年ビンゴ大会できなかったねって本当だよね超やりたかったなうんビンゴ大会なこの枠は何時までですかえー、っと7時前には終わろうかなって思ってますご飯なので <laughs> 今日は開始前にホイコロですイエイショールームでもいいかなおね鍋囲んでだってお待って鍋配信やろっかな私 私明日開始はあれなんですよ配信リレーなんですよまたプレジゲ作ろっかな鍋ありありじゃないかちょっとまあ考えておきます違ったらごめんねちょっと鍋事情があるので鍋買ったんですよ自分の、ね、家族がみんな使ってくれてるからね開いてないかもしれんお笑い詳しいけど今おすすめのお笑いさんは誰ですかって えー、私詳しいかなはバラエティーがテレビっ子でバラエティーも好きなのであれですけど誰だろうなおすすめかうんあでもなんかこう今からこの人が来ると思うんですよとかそういうのは正直あんまり私分かってないから一周回って狩野英孝さんの「 あのゲーム実況見ましょう金子 <laughs> さん面白すぎるから是非見てほしいなあ,あとあと森田さんじゃないですかあ,めあのあのー、あまた出てこない,いや深夜枠深夜からゴールデンに出てくるかどうかっていうのも是非見てみたいこれからも見ていきたいなって思います あのぐあのコンビ名を忘れてしまいましたあさらば選手の光 <laughs> そうそうそう <laughs> そう,そうの森田さんじゃないですかそうそうが私はいつも思うのはあのいつゴールデンに出るのかなっていうところですね <laughs> 深夜からゴールデンに行かれるタイミングを見逃さないようにしようっずっと思ってます みたいな感じですかねよいしょんよいしょん今日ゆりちゃんじゃない違う鍋にしてみてもらって <laughs> えブぶてちぎが食べたいです <laughs> ダメかなわがままだわ私 <laughs> 黒帯さんの宝塚ネタだっ宝塚のネタえへ、ー、えわかんないや 調べてみようかな。どかすいたんジャマさんでージャマソンなら帰ってーあい,いよダメ帰らないーで,でーありがとうございます。<laughs> いやみんなのおすすめ面白いな。アップカフェスやってほしいよって。アップカフェスやりたい確かに。やりたいなー。<laughs> プレジゲリンよなて。ははは。考える。あの他のもできるか。 あれやろかな赤から赤から鍋いやこれでやいや辛い鍋が好きなんです 50A の曲は好きですか「頑張って食いしばって新しい遊み出せば何じゃなりなり踊れてくる何これすっごい, <laughs> い」面白い <laughs> 面白いな まあ豚肉高いってニュース言ってたってえっそうなんだ豚肉を食べたい今年は山田を救ってくれないのかなってやりたい、まあ、山田を救ってくれじゃなくても27時間配信やりたいですよねやりましょう社長やむフェスやムエターテインメント所属の方々がみんな集合したいしたいです いや、感じしたい MC、やややまままた MC 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 りりりす、MC やります、MC やりますあの間全国さんがいるからそうね長時間配信やりたいですねやっぱ企画も長やりたいです私はそうですね何これすっごい私何これすっごい弾けるんじゃないあじゃあ次達成したらね何これすっごいしたいと思います私や,ってほしいやりたい春は必ず来る 春は必ず来るレコーディングしたな <laughs>。春どこ行っちゃったんだ <laughs> 春来ちゃったよまた <laughs>、ね。ありがとう。みんなに鍋、鍋、みんなに鍋作りたい。あ、辻さん、そうですね。辻さんはお忙しいかもしれないな。フェスをするならダイエットに行っておくの誰かな すみれちゃんとショートカット見方はないやりたいですねわらさぼボレコーディングして <laughs> あらあら滝出し屋なって鍛冶鍋ねえ鍛冶鍋っていうお店開きたいんだけどねえ鍛冶鍋鍋,鍋の店開こうよ鍛冶鍋鍛冶鍋みんなに美味しい鍋提供できる自信あるもん 食べたい食べたい食べたいアバガフェスドラフトだった一期生がドラフトあそっかそうだ姉さんが先輩中になったら私たち上の方来ちゃうのか緊張しちゃうんだけどいきるかな家事の料理でしょって家事の料理よ家事の部でよ なんで嫌がらないで美味しいよ美味しいよ店開くなレパートリー増やうって確かにもうちょっとやらない、ね、次コラボするのは誰としたいアミちゃんアミちゃんアミちゃんに今度オファー取ってこよう鍋利券っていうのがらの聞くれたことえやばじゃあんまりあんまり売っちゃダメなんだ鍋を <laughs> 鳥てりあー鳥テリママに習わなきゃでママにね鳥テリ習ったら習,って習わせてくれるって聞いたら鳥の照り焼きの作り方教えてって言ったの「いいよ」って普通に言ってた「本当にいに?」ってびっくりしちゃった「いいんだ教えてくれるんだ中ないた今日ホイコーローなんだって鹿島県みんなは夜ご飯何かしらみんなは何かしら家事はホイコーローだよ

ブルーライシーにとりてるやろっかなカツ丼美味しそう食べたい食べたいよー煮込みハンバーグ制作中ってえ、すごい美味しそう食べたいチゲ味噌ラーメン食べたいうううんんん過呼吸生姜焼き食べないカレーの予定何も食べない過呼吸の呼吸 <laughs> 確かにえ、アジフライだとて美味しそう 常に売り切れメニューがあるのかなって赤字のカフェね赤字鍋確かにおなかじゅうだよハッピータウンの幕の内弁当あーでもお弁当おいしいもんねお弁当食べたいっちゃ食べたいけどねあれが好きですお弁当清家 キロケのっめっちゃ好きです私は <laughs> あーめったにあいつかないけど焼き芋おいしそう食べたいピアング激辛食べてみて,てカレーおいしいのかな私さ辛いのが食べるわけじゃないの辛いのが好きなだけでだからピリ辛とかって好きなんだけど 家事の得意料理はポッペロンチーノですペロンチーノあこれいくんじゃない ?1 万1万ポイント通過するかもしれません1万ポイント通過するかもしれないから曲選ぼう5 a かなこれはうちでも弾けるかな なあーありがとうございますみなさん本当にありがとうございますあなかったから聞けないや頑張って食いしばって新しいやりかずれたらうらにらら溢れてくる何これすっごいってやろうと思ったんだけどさちょっとなかった何がいいですか ああ何これすっごーい何にしよう何さん何さん1位だから何かありますか漢字が弾けなかったらごめんね正直に「ごめん弾けない」って言うかもしれないけど何か何かありますかどうしようかな「何これすっごーい」ちょっとなかったんで いけないことに気づきました。無目ですよ。引き描か,分からないですけど。分かんないけどね。いやー嬉しい本当にありがとうございます。こうやって数字で見えると本当に皆さんのおかげだなってすごい思う。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ちなみに今はねドライフラワーが一。 イクラフは私足りないかも足りないな多分あと猫が2位夜にかけるとかサインいますよさあ恥ずかしい日々に笑えない君にですよさよならだけだったそ <laughs> の日 NMB さんの曲だって <laughs> それはもう私が <laughs> 私がそんなの <laughs> いいんですかどうしよう無理迷っちゃうんだけどじゃあ私の好きな曲でもいいですか すごいカワイ曲があるんですけど、で弾いたことないけど行ってみようかな。<laughs> ギターですよもちろん。カジと言ったらギターを弾き始めちゃうのがカジです。 ちょっとこれ私,私弾けない子えー、どうしよう迷っちゃう無理どうしようじゃあギターで一曲弾かせていただきたいと思いますじゃあ,、まあギターといえばなんですけどギターといえばっていう感じで弾かせて いただきたいと思いますさあこうやって弾けるんだからすごいわ本当にいやありがとうございますありがとうごとに皆さんのおかげで2万2万,2万ポイントいっちゃったありがとうちょっとお恩返しじゃないですけど頑張って弾きますね いたました「太宰治を詠んだか」ですよ、えー、この曲は「太宰治を読んだか」っていう曲でしたこの曲はねあのかっこいいんですよやっぱこう3人の曲なんですけど、えっと、横山由依さんと山尾さやかさんと山菜奈良さんとね3人の曲なんですけど本当に素敵な曲なので私は結構たくさん聴いていました 青春時代、中学の時なんでちょきいってたね懐かあつこっちあテレビもねあ,あラジオもねポンタくんえポイントカードやんポンタくんまさかシンバシンガポールだありがとうございました田宰さんなら読みましたってえー、私ああんま分かんないかも さんはあんまりすごい読んだんですよって言えるくらいは知らないな今「アーモンドクロスさん計画」って曲あるんですけどその曲がすごい好きで弾こうと思ったらちょっと難しくて弾けなかったっていうあっ休戦協定とか大好き私ちょっとごめんなさいオタク話になってきちゃった <laughs> ちょっとやめとこオタク話が勝ちバラエティー飛んでるだってあそうやって言ってもらえるのめっちゃ嬉しいの 家事飽きない人になりたい。なんてすごい思う最近いろんなものに手出していこうと思う太宰、うん、さんは走れメロスだけで大丈夫逆に走れダザ太宰違えた太宰治さんと走れメロス以外なんだろうわーお放送<笑><笑>ありがとうございます本当にいただきました。

では、ええー、ありがとうございますでは、書いていきたいと思いますほうそちん、ありがとうじゃあ、いきますね ごすちありがとうございます。じゃあこれでいただきました。じゃん。いえいえありがとう。思い出っていうこと。人間失格え人間失格って出さよ覚えた。そうんだ。思い出ってやつめっちゃ気になるんだけど。どう当って読んでみたいな。ありがとうそち。Thank you ね。ムチムチヤホガチでよ。ありがとうございます。 ありがとうオーブナーブナーそれではお,おメガネメガネメガネありがとうございますダザイ読んでるよダザイメガネメガネメガネさんもなんとくまをいたいて,て <laughs> ありがとうございますかじ書か,かせていただきますねよし。 人間失格ありがとうございますメガネ、メガネくんハートはい完成しましたメガネくんありがとうございます Thank you!、Man. Thank you! t ありがとうございますイエーイいや本当に感謝の気持ちでいっぱいですありがとうございます ありがとう車運転しとったとああ気をつけてね <laughs> ありがとねありがとねホスチンありがとねホスチンあイエーねありがとうということでお時間結構きましたねあっという間でした本当にショールームを今日はこのあとね22時から回りますのでよかったらご覧いただけたらうれしいなって思います えー、私たちはですね2月28日にワンマンライブありますお昼にねやらせていただくんですけどもやっぱ大盛況にしたいっていう気持ちが本当に大きくって皆さんにぜひあの2月28日はアップが2期のライブって覚えていてほしいなって思いますそしてねチケットの方がですねただいま販売中ということで今買わないとということです皆さんぜひお越しください え私たちの今年の何だろうなアプガニキの全てを詰め込んでいきたいと思いますしここがスタートというか、えー、と前回ねこのステージでやる予定でした本当は。でも一回中止になってしまってすごいメンバーもそれぞれ悔しい思いもしてその中でももう一回立てるって決まった時本当に嬉しかったですしあのリベンジじゃないですけど。 このビーツ渋谷皆さんと楽しんでいきたいなって思っていますどうかアップガニキンと楽しい時間を過ごしていただきたいですそれではまた皆さんにお会いできるのも楽しみにしていますえー、1位はメガネメガネメガネさんですありがとうございますそれではお手洗いせーの以上ですまたお会いしましょうバイバイお腹すごいなってるどうしよう気合入ってるよめっちゃ入ってるよ 生まれてすみません。ってて、ね、<laughs> 一緒に生きいいこううな <Thank you. S 1> ひとまま時からまたお会いしましょうバイバイ